ポスト9 2021。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 ダローガーデン追い上げてきた。ファインチャーマー必死に追いすがります。ダローガーデンリアルソリューション、かわすリアルソリューション、ゴールイン。2着はダローガーデン、3着にフェアニスチョイス、リアルソリューション。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはジュールズ・デ・ボーション。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジュールズ・デ・ボーション花に立ちます。その後ろからはダッシング・カレッジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはディスキュー・コーカサス、漆黒の馬体ウッドマン・オーバーコール、その後ろジュールズ・デ・ボーション先手を取りました。大きく離れました。メロディオル・ガニップ、ステファニーズ・キトゥン上がっていきました。好位置をキープしています。アマノ・アリエッティ、その外からムーンライト・クレーム、アニー・メドウ、そのうちに続いています。その外にスピア・フィッシュ・キー、内からはワッツ・ダ・チャンシズ、並んで9番キャッチ・上海。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。これに続いてエリザベス・ウォール、最後方にベル・エベレスト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1番ジュールズ・デ・ボーション、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続くのがダッシング・カレッジ、好位置をキープしています。アマノ・アリエッティ、赤の帽子ディスキュー・コーカサス、その後ろステファニーズ・キトゥン、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はジュールズ・デ・ボーション、2番手はダッシングカレッジ、さあアマノアリエッティ逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 日本と世界意地のぶつかり合いだ。後続は遥か後方、2番手はステファニーズ・キトゥン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はステファニーズ・キトゥン、3着にアニメド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オープフル栄光、これはいいスタートを切りました。ガンドリアスペシャリスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくガンドリアスペシャリスト行きました。続いて前へ行くのはオープフル栄光、さらにはエンドゲーリック6番メディシャンサバナ、その後ろオープフル栄光先手を取りました。少し開いてインゴットラグナス、並んで11番ウッドスタンドブルックス、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。デイアットザスパ、この馬もこのグループ、ゲームガリバー、それに続きますクイーンズイノセンス、すぐ後ろ赤の帽子キープクイーンポット、その後ろからはグランクイーン、カプスサーキット、その前に進出、少し離れてブリーティングモニカ続いています。後ろからの競馬になりました。肩のケイオン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。このあたりで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番オープフル栄光、ガンドリアスペシャリスト、ほとんど差がありません。間を挟んでゲームガリバー、3番手最強女王肩のケイオン、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はガンドリアスペシャリスト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 ここで先頭変わってデイアットザスパ、一気に肩のケイオン、デイアットザスパ先頭だ。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。デイアットザスパ、メディシャンサバナ、わずかにデイアットザスパ体勢有利。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゴールデンセンツ先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はゲームオンデュード、ゴールデンセンツ先頭だ。ゴールデンセンツ1着、2着はゲームオンデュード、3着にワイズダン、ゴールデンセンツ、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、シルバーマックス前に行きそうです。ブリスグローリー、それに続いています。さらにはフェルシーザー、8番ガレットレイブン、その後ろ先手を取ったのはシルバーマックス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、少し開いてスティーブスアボー、チップオークション、すぐ後ろ赤の帽子タタノツイッター、いい位置につけました。その外からサマーヒルハンズ、さらにはミッドサマーインポート、その外にディアレストシークエンス、その隣にイブニングベイビー、オマリットイタジャラ、それに続いています。ピンクの帽子アドミラルキトゥン、その後ろしんがりからアスリーオールウェイズ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ2番シルバーマックス、2番手はガレットレイブン、間を挟んでスティーブスアボー、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シルバーマックス先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 シルバーマックス意地を見せる。一気に捉えるか、肩のツイッター差し切った、肩のツイッター、1着2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩のツイッター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブレーンズからのちょっとタイミングが合いません。まずは先行争い、何が行くでしょうか。天野 AKB 前に行きそうです。ウィンクス、それに続いています。さらにはジャストザジャッジ、13番リジーナ、その後ろ先手を取ったのは天野 AKB、 その後ろからはイルーシブケイト、ダントル、そのうちに続いています。その外からブレーンズカラット、赤の帽子マルガルレイブラジェイ、その後ろ、その外にダンク、その隣にステイスカイウォーカー、内からはビッグブレイク、内からはティムズヨーロッパ、並んで G1 馬レイテストベネチア、その外にスカイランタン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これに続いてイントレピッドジャブット、さあ先頭はまだ最強女王天野 AKB、 2番手はウィンクス、リジーナ、3番手、さあ天野 AKB このまま逃げ切れるでしょうか。ここで先頭変わりました。先頭はウィンクス。さあ天野 AKB 一気に来た。残り 200m、 先頭はウィンクス。一気にジャストザジャッジ、ウィンクス厳しいか。ジャストザジャッジ、わずかにジャストザジャッジ、体勢有利。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダイワミランダ先頭、残り 200m を通過して、ダノンメジャー先頭だ。ダノンメジャー先頭、ダノンメジャー先頭、ダノンメジャーゴールイン。2着は微妙です。ダノンメジャー見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野グー先頭、差を広げにかかります。残り 200m を通過して、後続を完全に引き離した。後方から一気にリンカンテーション、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はリンカンテーション、1番人気に応えました。天野グー見事です。
最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のカオスモス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ベイビーリュー好スタートを切りました。エアールリビル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくカオスモス行きました。続いて前へ行くのはエアールリビル。それでは先頭からベイビーリュー先手を取りました。コパノリチャード上がっていきました。2番ミッキーアイル2番手を追走、その外からハクサンムーン、その隣にブレイクレブン、その後ろからはカオスモス、オレンジの帽子ダッシャー55、その後ろ、さあ先頭はコパノリチャード、まだ粘っています。ハクサンムーンほとんど差がありません。ダッシャー55 3番手、第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。先頭変わってハクサンムーン、残り 200m を通過してハクサンムーン意地を見せる。ミッキーアイル抜けた。2番手はハクサンムーン、ミッキーアイルゴールイン。2着は微妙です。これが世界を制した実力だ。ミッキーアイル、
Thank you.
こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ユニークエアオンラース好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してユニークエアオンラース花に立ちます。その後ろからはウィンターズムーン、この馬も上がっていく構えです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭からユニークエアオンラース先手を取りました。青の帽子シンプルバーズ、その後ろこれに続くのがステーブルフレーム、これに続いてアタム、好位置をキープしています。ファウンド、イグジットメガラニカ、その前に進出、その隣にカダンスコメディ。さあ先頭は依然として12番ユニークエアオンラース、2番手はシンプルバーズ、ステーブルフレーム、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ユニークエアオンラス先頭、リードは1馬身から2馬身、ステーブルフレーム懸命に追いすがります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はイグジットメガラニカ、残り 200m、 イグジットメガラニカ伸びてきた。バウンド必死に追いすがります。イグジットメガラニカ先頭、イグジットメガラニカ先頭だ。イグジットメガラニカ、イグジットメガラニカ1着、2着はパウンド、3着にラブエヤディ、勝ったのはイグジットメガラニカ、見事な勝利です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。ミラクルスーツ前に行きそうです。先手を取ったのはミラクルスーツ、内からはフリートストリート、すぐ後ろに大勢レジェンド、ピンクの帽子ベストウォーリア、その後ろトゥルーアイディア、そのうちに続いていますオリーブサマーヒル、それに続いていますダストベイ、すぐ後ろカタノアベンジャー、後ろから並んで8番ベルズイザラ、最後方にサウンドトゥルー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。足毛の馬体フリートストリート、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前はフリートストリート、2番手は大勢レジェンド、間を挟んでトゥルーアイディア、3番手カタノアベンジャー、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフリートストリート、さあいよいよ直線の攻防。フリートストリート先頭、外から勢いよくベストウォーリア先頭、フリートストリート懸命に追いすがります。2番手はカタノアベンジャー、ベストウォーリア差を広げる、ベストウォーリア1着、2着はカタノアベンジャー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはベストウォーリア。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。北三ブラック先頭、前に迫る天野富士さん、ここで先頭に立った天野富士さん、2馬身から3馬身のリード、残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、残り 100m、 2番手は北三ブラック天野富士さん、この馬で決まりか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。2着はレッツゴードンキ、3着に里のクラウン、1番人気に応えました天野富士さん、見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リアルインパクト先頭、外から勢いよくホエールキャプチャー、最後の追い比べ、先頭はホエールキャプチャー、外から歩き目です。あと 200m、 先頭は依然としてホエールキャプチャー、2番手は歩き目です。ホエールキャプチャー、この馬で決まりか。ホエールキャプチャー、強い強い、ホエールキャプチャー圧勝ゴールイン。2着は微妙です。これが G1 馬だ、ホエールキャプチャー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野タウニタ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m を通過して、天野タウニタ意地を見せる。ジャスタウェイ頑張れるか。天野タウニタ粘る、天野タウニタ先頭だ、先頭は天野タウニタ、1着でゴールイン。2着にはどうやらジャスタウェイ、3着にゴールドシップ、これが G1 馬の実力だ。天野タウニタ
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アウターグラディオラス好スタート。イングリッシュランプ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくイルーシブライター行きました。続いて前へ行くのはイングリッシュランプ、さらにはアウターグラディオラス、2番プレザントアクト、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはイルーシブライター、そして大きく離れてロッキーアイアン、この位置です。そしてやや離れてイザララパス、その隣にビクトリアスキャメロン、すぐ隣にアミューズスウォーズ、これに続くのがグランディファインド、少し離れて超ズンアリシア、続いています天野蓮舫、後ろからになりました。並んで6番ピコマーブル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番イルーシブライター、アウターグラディオラス、ほとんど差がありません。アミューズソウォーズ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はアミューズソウォーズ、1馬身から2馬身のリード、プレザントアクト2番手、手応えはどうか。残り 200m、 先頭は依然としてアミューズソウォーズ、2番手は天野蓮舫、アミューズソウォーズゴールイン、2着にはどうやら天野蓮舫、3着にプレザントアクト、勝ったのはアミューズソウォーズ、見事な勝利です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。アマノキャリパミュ先頭、2馬身から3馬身のリード、オールブラッシュ必死に追います。この差は果たして縮まるか。アマノキャリパミュ先頭、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はオリーブデュネット、とてつもない強さ。アマノキャリパミュ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はオリーブデュネット、3着にマルタイル、これは物が違う。アマノキャリパミュ第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天馬バラクーナ先頭、2馬身から3馬身引き離す。天馬スイープ、2番手手応えはどうか。あと 200m、 天馬バラクーナ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。アマノフィッツかわす。アマノフィッツ1着、2着にはどうやらラキシス、3着に片の山ガール。アマノフィッツ見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マチカネサーティー先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わって片野フナッシー、2番手はゴーセンバレー、とてつもない強さ。片野フナッシー1着、片野フナッシー完勝。2着はゴーセンバレー、これは物が違う。片野フナッシー第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。バンデ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。東海ポラミア手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、ここで先頭変わって、敬愛長さん、敬愛長さん先頭、敬愛長さん、敬愛長さん1着、2着はダービーフィズ、3着にユニバーサルバンク、見事に勝ちました。敬愛長さん
京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアラリアーセがゲートに入って体勢が整いました。スタートしました湘南パンドラ。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して湘南パンドラ鼻に立ちます。その後ろからは天野キャロハタン、この馬も上がっていく構えです。さらにはアラリアーセナ、足毛の馬体、パシフィックギャル、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。なんと先頭は湘南パンドラ、これには場内からも歓声が上がります。そして大きく離れてレッドリベール、この位置です。レイシンクレイヤ、それに続きます。その外からヌーボレコルト、内からはエイトフェスタ、並んで4番チクアンドゴーム、その外にカイキルーズ、その隣にレイブデトワール、マリアライト、そのうちに続いています。その外にエンママイン、さらにはバウンスシャッセ、 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は湘南パンドラ、2番手はアラリアセナ、天野キャロハタン、3番手さあ湘南パンドラ、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は湘南パンドラ、天野キャロハタン続いています。間が空いてアラリアセナ、さあ決着をつける時が来た。やはり最後はこの2頭だ。残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。2番手は天野キャロハタン、湘南パンドラ粘る、湘南パンドラ、湘南パンドラ1着、2着は天野キャロハタン、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのは湘南パンドラ。誰もが未知の舞台、重戦車、世界のマイル王、
Thank you.
こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ホープフルエーコー前に行きそうです。スナグルコントロール、それに続いています。もう一度先頭から、先頭は天のイクメン、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。スナグルコントロール、そのうちに続いています。その隣にサブシンキング、その外にホープフルエーコー、その後ろにヴィンテージトリストラム、黄色の帽子ソシエチャイムス、その後ろ、その横にシャトーシュームーズ、内からはセンセーションナレーター、並んで1番パーティーロビン、その外からリボーンイラストリアス、並んで12番アステロイドコンペトン、その後ろからはスパーブダッパー、内からはコロナックシャトー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方に3コートコンゴ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G1 3勝天のイクメン、依然として先頭に立っています。その後ろにオープフルエーコー、少し開いてソシエチャイムス、そしてやや離れてヴィンテージトリストラム、その外にシャトーシュームーズ、並んで12番アステロイドコンペトン、並んで4番リボーンイラストリアス、内からはスナグルコントロール。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番天のイクメン、天のイクメン後続を引き離す。2番手はオープフルエーコー、間を挟んでソシエチャイムス、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。天のイクメン先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はリボーンイラストリアス、天のイクメン独走、天のイクメンぶっちぎりです。2着はリボーンイラストリアス、3着にアステロイドコンプトン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のイクメン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはタカノツイッター、あのがこの馬もコースタートを切りました。ダッシュよくタカノツイッター行きました。続いて前へ行くのはあのが、さらにはスパイシーダンジグ、1番ディシデント、その後ろ先頭はなんとタカノツイッター。場内ドッと湧いています。オレンジの帽子スカイランタン、その後ろすぐ隣にクリームシェシューン、内からはナイトオブサンダー、その外からユーロシャーリーン、オリンピックグローリー、そのうちに続いています。内からはラッキーナイン、内からはジェイゴセリア、内からはスリルロッチ、その外にセルフジフタルト、内からはキャプティブターフ、内からはキングズバーンズ、しんがりからビートゥンアップ。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。14番スカイランタン一気に先頭に立ちました。好位置をキープしています。タカノツイッター大きく離れました。クリームシェシューン残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。さあ先頭に立ったのはあのガン、残り 200m、 先頭は依然としてあのガン、2番手はオリンピックグローリー、あのガン先頭だ、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴール4コーナーをカーブして、さあこれからです。ガルボ先頭、1馬身から2馬身引き離す。里のギャラント足色は十分、前に迫れるか。ここで先頭は片野ガンバロウ、残り 200m、 片野ガンバロウ伸びてきた。2番手は里のギャラント、片野ガンバロウ1着、片野ガンバロウ完勝。2着はワールドエース、3着に里のギャラント、片野ガンバロウ見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。スリルキャバン先頭、残り 200m、 スリルキャバン伸びてきた。2番手はサウンドガガ、この足色はどうか。片野吉田沙織差し切った。先頭は片野吉田沙織、1着でゴールイン。2着にはどうやらグレイスフルリープ、3着にマイネルテイスト、見事に勝ちました片野吉田沙織。4コーナーをカーブして、さあこれからです。湘南アポロン先頭、2馬身から3馬身引き離す。キシコレット懸命に追いすがります。内から宮地大河、湘南アポロン先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はアマノアンドロイド、2番手はエルアプライド、アマノアンドロイド、この馬で決まりか。アマノアンドロイド今ゴールイン、段違いの強さです。2着はエルアプライド、3着にマレクデライト、これは桁外れの強さだ。アマノアンドロイド
クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝3000メートル。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のステファノス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アマノテルマイロ好スタートを切りました。アドマイアデウス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアマノテルマイロ花に立ちます。その後ろからはアドマイアデウス、この馬も上がっていく構えです。さらにはオリーブバリア、栗色の馬体ゼウスクリスタル、その後ろ先手を取ったのはアマノテルマイロ、そして大きく離れてマイネルフロスト、この位置です。すぐ後ろにトゥーザワールド、これに続くのがソシアルデコア、並んで14番、ハギノハイブリッド、サウンズオブアース、すぐ後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ステファノス上がっていきました。間が空いて凱旋 LC、 内からはエルポンダー、その外からラングレー、当選スターダム、そのうちに続いています。黒の帽子モーリス、その後ろすぐ後ろにワン&オンリー、その隣にシャドーダンサー、最後方に里のアラジン、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。オークス馬アマノテルマイロ依然として先頭です。2馬身から3馬身のリード、少し開いてアドマイアデウス、並んで16番、ゼウスクリスタル、少し間が空いてハギノハイブリッド、すぐ後ろにソシアルデコア、内からはオリーブバリア、その外に凱旋 LC。 さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてアマノテルマイロ、2番手はアドマイアデウス、ゼウスクリスタル3番手。さあアマノテルマイロ、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアマノテルマイロ、間が空いてアドマイアデウス、ソシアルデコア続いています。さあいよいよ直線の攻防、アマノテルマイロ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 後続を完全に引き離したアマノテルマエーロ先頭です。このまま押し切るか。2番手はワン&オンリー、アマノテルマエーロ強い強い、アマノテルマエーロ圧勝ゴールイン。2着はワン&オンリー、3着にシャドーダンサー、アマノテルマエーロ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。クイーンオブハート先頭、これはちぎれた。バンダムシング必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 100m、 2番手はソルティドッグ、クイーンオブハート先頭だ。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はソルティドッグ、3着にマッシャーブルム、勝ったのはクイーンオブハート。このレースを制したのはクイーンオブハート。
回マイル級タイトルレース、旭日昇天、女帝、生粋のスプリンター、 G1 ホース。
Thank you.
芝の女王決定戦ブリーダーズカップフィリー&メアターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早くここを制し最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。間もなく発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。フラッシーウェーブ前に行きそうです。グレートシェアラー、それに続いています。さらにはジャストザジャッジ、2番ブルービープロローグ、その後ろジャストザジャッジ先手を取りました。その隣にベイアットザスパ、その外からステッピングスパー、緑の帽子ジェンティルドンナ、いい位置につけました。トラックチャーマー、それに続きます。ビューティカーミー、そのうちに続いています。黄色の帽子ステファニーズキトゥン、その後ろエゾテリック、この馬もこのグループ、これに続いてタフスサーキット、並んで3番イスファハンウエスト。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。しんがりからハープスター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬ジャストザジャッジ依然として先頭、すぐ隣にレイアットザスパ、好位置をキープしています。ジェンティルドンナ、これに続くのがブルービープロローグ、並んで1番フラッシーウェーブ、その外にステッピングスター、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてジャストザジャッジ、2番手はジェンティルドンナ、これは絶好の手応え。さあジェンティルドンナ逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 ジェンティルドンナ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はデイアットザスパ、ジェンティルドンナ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はベイアットザスパ、3着にステファニーズキトゥン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
世界の名マイラーがここアメリカに集結しました。欧州のマイル王ソロー、さらには日本が誇る片野慶雄、それに続くスピード自慢たちがマイル世界一の称号を狙います。至高のマイル頂上決戦、今スタートします。スタートしました。ポンと飛び出したのはエアロベロシティ。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はエアロベロシティ、これに続くのがソロー、ボビーズキトゥン、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはオビアスリー、その外にエアロベロシティ、好位置をキープしています。エーシンヒカリ、ソロー、すぐ後ろ、これに続くのがスウェイルイージー。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。その隣にオーストラリア、すぐ後ろにオンオーティー、コロナド上がっていきました。ボアステラス、それに続きます。その外からカタノケイオン、これに続いてシュワフリマー、青の帽子マーレク、その後ろ、すぐ後ろにボビーズキトゥン、最後方にキングマン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はオビアスリー、エアロベロシティ、ほとんど差がありません。3番手にエーシンヒカリ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。残り 200m を通過してエーシンヒカリ先頭だ。カタノケイオン抜けた。カタノケイオン先頭だ。カタノケイオン、カタノケイオン1着、2着はエーシンヒカリ、日本が誇るマイル女王カタノケイオン、マイルの頂上決戦で世界一を証明。最強馬の歴史にその名を刻みました。ダートの本場アメリカで行われる芝の最高峰レース、今年も世界中からターフのヒーロー、ヒロインが集まりました。勝利の女神はどの馬に微笑むんでしょうか。ブリーダーズカップターフ、まもなくスタートです。スタートしました。ジャッジスキップニス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくジャッジスキップニス行きました。続いて前へ行くのはジェストインタレスト、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはプールナリオーク、その隣にビッグブルーキトゥン、すぐ隣にキャメロンリベイユ。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。ジャッジスキップニス上がっていきました。少し間が空いてフォーティアスブレイブ、黄色の帽子ジェストインタレスト、その後ろ、この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続いてプリントシャー、トレブ、この位置です。オールエイコーン、そのうちに続いています。さらにはメインシークエンス、その外にアルセアクーガー、並んで9番バーターイヤーズ、
すぐ後ろにアップウィズザバーズ、最後方にマニナロンドラ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、14番ジャッジスピップニス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはキャメロンディベイユ、ジェストインタレスト、それに続きます。これに続くのがアルセアクーガー、コーティアスブレイブ、すぐ後ろ並んで13番プリントシャー、トレブ、いい位置です。並んで2番ビッグブルーキトゥン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてジャッジスピップニス、2番手はキャメロンディベイユ、トレブ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はビッグブルーキトゥン、2番手はトレブ、ビッグブルーキトゥン、先頭だビッグブルーキトゥン、ビッグブルーキトゥン。1着、2着にはどうやらプリントシャー、3着にトレブ、勝ったのはビッグブルーキトゥン、見事な勝利です。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ、今年のクライマックス、ブリーダーズカップクラシック、まもなく発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、ムーチョマッチョマン前に行きそうです。ゲームオンデュード、それに続いていますロンザグリーク、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から先手を取ったのはゲームオンデュード、トゥナーリスト、すぐ後ろ11番ポパノリッキー、2番手を追走。これに続いてリズムページ、すぐ後ろにゴールデンセンス、さらにはイッツマイラッキーデイ、黒の帽子、タマランド、その後ろ、その外からムーチョマッチョマン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。シェアドビリーフ、そのうちに続いています。その後ろからはワイズダム、その隣にウィルテイクチャージ、内からはドンザグリーク、その後ろにパレスマリス、しんがりからジェラニモ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。コパノリッキー、リズムページ、ほとんど差がありません。トゥナーリスト、3番手。さあ、コパノリッキー、逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭はコパノリッキー。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。コパノリッキー、先頭。残り 200m を通過して、とてつもない強さ。2番手はゲームオンデュード。コパノリッキー、今、ゴールイン。段違いの強さです。2着はゲームオンデュード、3着にワイズダン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスピナーゾン、オリーブカボート。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオリーブカボート花に立ちます。その後ろからはスピナーゾン、この馬も上がっていく構えです。ピッタッシュフター、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。それでは先頭からジャズシャレー先手を取りました。緑の帽子オリーブカボート、その後ろブルーチッパー、それに続きます好位置をキープしています。天野ドラッカー、並んで5号凱旋ジュピター、その外にサンビスタ、その隣にアルデルファイア、キャリオンコカード、この馬もこのグループ並んで11番スピナーゾン、内からはデコアクレードル、これに続くのが開花予想、その外からアスカリーブル、並んで6番東北美人。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はオリーブカボート、ジャズシャレー、ほとんど差がありません。間を挟んでブルーチッパー、3番手天野ドラッカー、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はオリーブカボート、オリーブカボート先頭、外からサンビスタ、天野ドラッカー伸びてきた、ここから勝負をかける。残り 200m、 サンビスタ先頭だ。一気にピッチヒッター、シルター、かわす、シルター、ゴールイン。2着にはどうやらサンビスタ、3着に天野ドラッカー、見事に中央の強豪を退けました。シルター、この馬は強い。さあ直線に入りました。これからの勝負、ナイキマドリード先頭、前に迫るセイクリムズン、あと 200m、 ここで先頭変わってセイクリムズン、2番手はナイキマドリード、セイクリムズン先頭、セイクリムズンゴールイン。2着は天野ヘビロテ、3着にノーマンレジェンド、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはセイクリムズン。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プレザントホッパー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくプレザントホッパー行きました。続いて前へ行くのは天野つぼみ、さらにはエイシンモアオーバー、足毛の馬体サーモピレー、
その後ろプレザントホッパー先手を取りました。少し離れてクリソライト続いています。ハッピースプリントすぐ後ろ、これに続いてサミットストーン、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。青の帽子ブレイクグランプリ、その後ろその後ろからはワンダーアキュート、すぐ後ろにプレミアフォレスト、さらにはボレアス、シルクメビウス、そのうちに続いています。最後方にサイレントメロディ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G17 勝天のつぼみ一気に先頭に立ちました。その隣にエイシンモアオーバー、そして大きく離れてプレザントホッパー、この位置です。並んで8番クリソライト、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでエイシンモアオーバー先頭に変わりました。エイシンモアオーバーさらにリードを広げます。2番手は天のつぼみ、これは絶好の手応え。クリソライト3番手天のつぼみ、これはいい位置につけています。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った天のつぼみ、残り 200m を通過して先頭は依然として天のつぼみ、残り 100m、 2番手はクリソライト天のつぼみ、この馬で決まりか。天のつぼみ1着、2着はクリソライト、3着にシルクメビウス、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のつぼみ。4コーナーをカーブしてさあこれからです。凱旋菊池から先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。キャットコイン手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 キャットコイン追い上げてきた。キャットコイン先頭です。このまま押し切るか。キャットコインかわす。キャットコインゴールイン。2着は凱旋菊池から、3着にピシカルタ。キャットコイン見事1番人気に応えました。第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。アースソニック先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m、 ここで先頭変わってダイワマッジョーレ、2番手はサンカルロ、ダイワマッジョーレ先頭だ。ダイワマッジョーレ、ダイワマッジョーレ1着、2着以下は混戦です。まずは前哨戦を制しましたダイワマッジョーレ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。4コーナーをカーブしてさあこれからです。
天野半沢は先頭、残り 200m を通過して天野半沢はアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はナビオン。天野半沢はこの馬で決まりか。天野半沢は今ゴールイン。段違いの強さです。2着はナビオン、3着にジャックシーカー。これは桁外れの強さだ。天野半沢は マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のデスペラード。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはジャスタウェイ、中山ナイト。この馬も好スタートを切りました。8番ジャスタウェイ行きました。これに続くのが中山ナイト。なんとなんと先頭はジャスタウェイ。これには場内もどよめいています。その外から天野海猿、その後ろに天野早草、ラブリーデイ、それに続きますロゴタイプ、すぐ後ろ赤の帽子片野維新、その後ろ、その外に当選ラー、その隣に凱旋リア充、並んで11番アルキメデス、すぐ後ろにイスラボニータ、並んで7番ラストインパクト、天野小玉でしょう。この馬もこのグループ。その外にダークシャドウ、並んで4番リサイファー、すぐ隣にダノンカモン、すぐ後ろにフェノーメノ。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大景気を通過していきます。前はジャスタウェイ、2番手は天野早草、天野海猿、3番手さあジャスタウェイ、このまま逃げ切れるかどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
ジャスタウェイ先頭、1馬身から2馬身のリード、天のはやぶさ懸命に追いすがります。ロゴタイプいい足、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、これは強い。2番手はロゴタイプ、後続は大きく離れました。ジャスタウェイ1着、2着はロゴタイプ、3着にラブリーデイ、これが世界の実力だ。ジャスタウェイ。さあ直線に入りました。これからの勝負、ブラウンロゼ先頭、外から天のチレジカ先頭、残り 200m、 先頭は天のチレジカ、2番手はヒストリカル、一気に足を伸ばす。ヒストリカルかわす、先頭はヒストリカル、1着でゴール、2着は天のチレジカ、3着にグランデッツァ、見事に勝ちましたヒストリカル。
ー。